酒を直に飲ませてください。心の底まで染み込むように柔らかく、あなたの想いを私の中に注いでください。本当の恋に今目覚めます。味よき頬のままで
ステージでね歌わせていただけるようにですね僕自身もまた頑張っていきますのでぜひ応援していただきたいのとあとですね僕自身のこと多分知らないですよって方いらっしゃいますかほとんどとかどうかななんとなく、あ、一度見たからなんとなくわかる感じ。あ、そう、なんとなくわかる感じですね。あ、じゃああれなんですけれども、あれって何でしょうか。あ、僕曲を書いてるんですけども、僕の曲がですね、ちょっとさっき、ちょうど中間っていうんですか、この、一部と二部の間のこの中間の間に、ご連絡をいただいて、涙色という曲が僕自身書いてるんですけども、その涙色という曲のリミックスって言って、いわゆるダンスバージョンの曲のアレンジしたものがあるんですけどもそれがですね iTunes ストアといっていわゆるダウンロードとかストリーミングができる、ものがありましてそこで多分世界中ですね世界で、そのダンスリミックスバージョンのでアルバムが15位にランクインしましてありがたいことにありがたいですねそこからちょっと頑張ってトップ10に入るようにしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますぜひ皆さんもし分かる方がいらっしゃればダウンロードだったりとか携帯でできますからぜひしていただいて1曲単位でも曲が買えますのでぜひよかったら200円とか300円ぐらいで買えますのでぜひご購入いただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは、続いての作品に行きたいと思いますが次も皆さんにご協力いただきますけれども、これから志向さんの舞踊ショーにつながるようにですね思い切り皆さんで盛り上がっていきたいと思いますのでぜひ、ご協力いただきたいと思います、ため息が埋めていく山が雨の日の午後はって続くのでため息がたかし埋めていくたかし素晴らしいですねじゃあ掛け声がかけれない方ねちょっと今このコロナの状況でかけれない方もいらっしゃるのでそういう方はため息が埋めてゆく素晴らしいですねいい感じ皆さんぜひやっていただきたいなと思いますしあとは、そんな声でもいいののーって続くので、私がですねこうのーってやりますから、皆さんが両手を上げていただいて両手でも片手でも結構ですので上げていただいて、のーってやっていただけると大変嬉しく思いますあんまりのけずりすぎて椅子壊さないようにしてくださいねね、ひっくり返らないように気をつけていただきたいと思います。じゃあ一回やってみましょうか。そんな恋でもいいのあ、いいですね。素晴らしいじゃないですか。このなんかテレビの収録してるみたいな。ね、どっかにテレビの収録が入ってるんでしょうかという感じですが、皆さんぜひ最後まで楽しんでいきたいと思います。それでは、いきたいと思います。金曜日の私金曜日の人私からはいかけない電話のベルを待つ誰も知らない秘密のままのそんな恋でもいい皆さん行きますよ
く、はい、あなたの香りの残る部屋、月はいつ、はい、会えるのと電話の出る同じ辛さを忘れて、どんなに恋